ケルベロスを捉えてエウルステウスに見せるヘイラクレス。エウルステウスは真鍮製の巨大な亀に隠れている。紀元前525年頃の壺へ。ルーブル美術館所蔵。ローマ時代のケルベロスの彫像。19世紀のイギリスの画家ウィリアム・ブレイクが描いたケルベロス。ケルベロスはギリシア神話に登場する犬の怪物。 ハーゲースが支配する冥界の番犬である。その名は、底なし穴の例を意味する。ラテン語読みは、ケルベルス、英語読みはサーベラス。テューポンとエキドナの息子で、オルトロス、ヒュドラー、キマイラ、スピンクス、ネメアの獅子不死の百頭竜、プロメテウスの肝臓を喰らう不死の足、パイア、金羊毛の守護竜といった怪物たちと兄弟。ケルベロスは、 名府の入り口を守護する番犬である。兵士オドスは、新陶機の中で、五重の首を持ち、聖堂の声で吠える、恐るべき猛犬として描いているが、普通は、三つの頭を持つ犬というのが、ケルベロスの一般像であり、文献によって、多少の異はあるが、主に三つ首で、竜の音蛇の縦髪を持つ巨大な犬や、獅子の姿で描かれる。また、 ハーゲースに対して忠実で、兵士をドすは、死者の魂が、冥界にやってくる場合にはそのまま冥界へ通すが、冥界から逃げ出そうとする猛者は捕らえてむさぼり食うと、述べている。これが、地獄の番犬と言われる由来である。神話におけるエピソードは、多くないが、ヘイラクレースがケルベロスを捕らえて地上に連れ出した、話は有名である。この際に、ケルベロスは、 太陽の光に驚いて吠え、飛び散った唾液から、猛毒植物であるトリカブトが発生したという話も残っている。普段は三つの頭が一つずつ交代で眠り、残る二つの頭で常に見張りをしているが、縦ごとの名手オルペウスが死んだ恋人、エウルギケを追って、冥界を訪れた時、ケルベロスは、オルペウスの奏でる、縦ごとの美しい音色によって、すべての頭が眠らされている。 また、甘いものが大好きで、蜂蜜と消しの粉を練って焼いた菓子を与えれば、それを食べている間に、目の前を通過することができる。アイネーアースを連れたクマイのシビュレーや、ペルセポネーに美を分けてもらいに行ったプシューケイはこの、方法でケルベロスをやり過ごした。その後この菓子は、カローンへの渡し賃にもなっている。ただし、プシューケーが冥界にやってきた際、カローンに渡したのは、オボロスどうか。 ケルベロスに食べさせたのは片パン、シビュレーが食べさせたのは睡眠薬入りの先に浸したパンだとも言われる。そして、後にこのことから、厄介な相手を懐獣する賄賂の意で、ケルベロスにパンを与えるという言葉が生まれた。ダンテの新曲、地獄編では、鈍色者の地獄において、罪人を引き裂く姿が描かれた。ルネサンスの時代、プラトン主義の哲学者たちは、 ケルベロスを地獄における三位一体の象徴と解釈した。それによれば、三つの頭はそれぞれ保存、再生、霊化を象徴し、死後に魂が辿る順序を示すという。ヨーハンバイヤーの悪魔の儀王国は、悪魔ナベリウスの別名として、ケルベロスの名を挙げている。ザカリー・グレーは、ケルベロスの三つの首を過去、現在、そして未来の象徴であると解釈して、 ヘラクレスがこれに打ち勝ったことは英雄的な行為は時間にすらも打ち勝つことを意味していると評した。ケルベロスのような地獄の番犬の存在はバラモン教や仏教の世界にも見られる。ありがとうございます。